悟空が死んだ。これまで数々の強敵に打ち勝ってきた無敵の悟空も心臓病には勝てなかったのである。みんなが悲しみをそれぞれの胸にしまい込み、しばらくは平和な時が続いた。そして半年後、南の島に二人の悪魔が現れた。戦士たちは立ち上がった。だがピッコロが死んだ。ベジータ、ヤムチャ、天津飯、そしてクリリン。たった二人の人造人間のために、この世は恐怖のどん底に陥った。それから13年の月日が流れる。これはもう一つの世界の物語である。ベジータとブルマの息子トランクスは正義感に燃える少年に成長していた。人造人間は一体何のためにこんなひどいことを。そして唯一残った戦士として、ゴハンはたった一人で人造人間たちと戦い続けていた。トランクスはそんなゴハンの強さに憧れ、ゴハンと共に戦いたいと願い出るのだった。ゴハンさん、僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。お願いです、僕に修行をつけてください。絶望の見合い、最後に残った2人の戦士。そうか、分かった。トランクス、ありがとうございます。僕頑張ります。それから数日後、トランクスは人造人間と戦う強さを身につけるため苛烈な修行に励んでいた。よし、今日の修行を始めるか。はい、お願いします。分かってると思うが、人造人間の強さは半端じゃない。俺は本気で相手をする。君も気を引き締めてないと大怪我するぞ。わかりました、行きますよ。ゴハンさんを倒せるくらい強くなって人造人間を倒す力を手に入れるんだ。その意気だ。その調子だ。はい、そう、やっはどうした。トランクス、もう終わりか。人造人間の強さこんなものじゃないぞ。もう少し手加減した方がいいか。それはどう。よし、飲み込みが早いぞ。トランクス、さすがだ。まだまだいけますよ。よっはっ、ベジータさんを思い出すよ。ありがとうございます、ゴハンさん。
よし、これくらいにしておこう。はい。いいぞトランクス、さすがベジータさんの息子だな。そんな、本当に本気を出したゴハンさんには絶対に勝てませんよ。そんなことないさ、君ならいつか俺を超える戦士になれる、きっとな。だといいけど。さあ今日はこれくらいにして帰ろうか。あまり遅くなったらブルマさんに怒られる。そうですね、母さんには修行してることは秘密だし。じゃ途中まで一緒に行こうか。はい。早く帰らないと母さんを心配させちゃうぞ。今こういう時だからね。ところでブルマさんは相変わらず元気かい？はい、
元気にやってますよ。今ちょっと開発してるものが手こずってるみたいですけど。襲われてたんですね。いかん。え、わ、なんだ。あの警告音は人造人間たちを呼び寄せるんだ。なんですって。ん、聞こえたか。18も聞こえたよ。楽しめるといいけどね。もうダメだ。人造人間たちが来てしまう。トランクス、君はこの人を安全なところへ。これは奴らが来たら引きつけておく。わかりました。トランクスたちは隠れられただろうか。なんだ、お前だったのか。新しいゲームができると期待したんだが。ああ、これじゃいつもと変わらないじゃない。人造人間、あのおじさんが言っていたのは本当だったんだ。なぜ来たんだ、トランクス。僕もゴハンさんと一緒に戦おうと。君はまだ奴らと戦える力はない。まあせっかく来てやったんだ、少しは楽しませてもらうぞ。仕方ない。君はできるだけ戦わず俺の後ろに下がっているんだ。あ、はい、わかりました。行くぞ。思うな。生き延びることを考えるんだ。とにかく隙を作ってここから逃げするんだ。おっと、少し気を抜いていたか。はい、今頃何の相談をしている。なるほど、少しはやれるらしいな。とどめを刺してやる。おりゃー、こいつ。いいぞ、なかなか強いじゃないか。うっ、はぁ、あ、はぁ、あ、どうした、わざわざ来てやったのにその程度か。うっ、はぁ、あ、強い。ご飯さんでもこんなに苦戦するなんて。うっ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、行くよ。
勝負だ。やるな、オグロ、こいつ。ダメ。いい気になるんじゃないよ。逃げるなら今しかない。トランクス、この隙に逃げるんだ。はい。やれやれ、どうやら逃げたらしいな。大して楽しめなかったし飽きちゃったよ。もう行こう。そうだな、次はもっと楽しめるといいが、あまり期待しない方が良さそうだ。よし、どうやら行ったようだ。そうですね。そういえばさっきのおじさん大丈夫かな。ちょっと心配だな。案内してもらえるか。はい、わかりました。おじさん、大丈夫でしたか。おお、君たち無事だったか。はい、あなたも無事でよかったです。いや、あれに見つかった時はもう助からんと思ったよ。君たちのおかげだ、本当にありがとう。 いえ、ところで、あのドローンは一体何なのですか。あれは昔レッドリボン軍が作ったパトロール用のメーカーなのだ。え？もともとはレッドリボン軍の施設を巡回して敵を見つけたら警報を鳴らして援軍を呼ぶ仕組みのようだな。だけどこの辺りはレッドリボン軍の施設なんかじゃありませんよね。ああ、メーカーが自分で勝手に動き回っているようだ。もはや施設の巡回という命令も忘れ、世界各地で目撃情報がある始末。しかも今その警報を聞きつけるのはあの人造人間なのだから、さらに立ちが悪い。人造人間と戦いたくなければ、あのドローンに見つからないうちに逃げるか破壊するしかない。もし警報が鳴ってもすぐに破壊すれば警報が人造人間まで届かないようだ。なるほど、教えてくれてありがとうございます。それにしてもおじさん、すごく詳しいんですね。うん、実は私は機械工学の研究をしているものなのだが、レッドリボン軍の機械には未公開の技術が使われていてな。中でもドローンを指揮する特別なドローンには特に貴重な部品が入っているのだ。それが欲しくてドローンをどうにかできないか考えていた時に見つかってしまい、このありさまだったんだよ。そんな、危ないですよ。そうですよ、もうあれには近づかない方がいい。そうだな。だがもし君たちが指揮をしているドローンを破壊できたら、その部品を私に譲ってもらえないだろうか。もちろんお礼はさせてもらうよ。確かにドローンを放置していたら人造人間を呼び寄せて被害が出るかもしれないしな。おお、やってくれるのかね。わかりました、できるだけでよければ。ああ、それで構わないよ。それじゃあ二人とも気をつけてな。人造人間を呼び寄せるドローンか、放っておけませんね。ああ、だが下手をすると人造人間と余計な戦いをすることになる。ドローンを破壊するなら気をつけないとな。ええ、そうですね。今の僕じゃ人造人間には勝てないですし。よし、それじゃ気をつけながら帰る。はい。Thank you.
ドローンに見つからないようにしないと。人造人間のせいで街はめちゃくちゃだ。母さんと僕だけしかいない家だ。俺に任せるんだ。君は生き残ることだけを考えろ。はい。うろちょろと目障りなやつだ。せいぜいあがいてくれよ。少し本気を出したらこれだよ。さっさと終わらせてやる。奴らに勝てない。やあ、うん、大した敵じゃなさそうだ。
到着っと。今日は疲れただな。しっかり休んで明日からまた修行続けよう。はい、明日もよろしくお願いします。母さん、ちょっとご飯さんのところに行ってくるよ。最近よくご飯くんのところに行ってるみたいね。まさか何か危ない遊びでもしてるんじゃないの？まさか。ふーん、まあいいわ。どうせなら晩ご飯でも一緒に食べないか聞いてみて。結構たくさん食材が手に入ったのよ。ありがとう母さん。ご飯さんもきっと喜ぶよ。じゃあ行ってきます。気をつけるのよ。よし、ごはんさんのところへ行こう。今日は何の修行かな。あいつは強そうだぞ。ごはんさんと食事か。いろんな話が聞けるかも。楽しみだな。あ、そこだ。早くます。たくよたくほい。あ、よたくよたくたくよほい。たくほい。それにしても母さんに修行のことバレてないよな。あ、あいつは強そうだぞ。お待たせしました、ごはんさん。昨日はちゃんと休めたか？体調が万全じゃないと修行の効果が弱くなるぞ。大丈夫です。よし、実際に戦って分かったと思うが、やはり人造人間は強い。トランクスには早くスーパーサイヤ人になってもらわないとな。あ、はい。いきなりはさすがに難しいだろうから、体を温めながらコツを教えてやるよ。はい、お願いします。それじゃあ行きますよ。よし、やってこい。うわっ、うわっ、そこだ。よっ、調子が出てきたみたいだな。はい、ま
まだまだ行きますよ。うわ、そこだ。よっ、よっ、クラフラテッド。よっ、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 クラフラテッド。の鍵は怒りだ。怒りを高めた先でスーパーサイヤ人になれる。いい攻撃だが、それだけがスーパーサイヤ人に当たれない。怒りがスーパーサイヤ人にする。人間だと思って怒りを爆発させるんだ。ごはんさんを人造人間に。難しいけどやってみます。せい、やった。そこだ。よし、これくらいにしておこうか。スーパーサイヤ人になるのって難しいんですね。怒ってみてはいるんですけど。そんな簡単にはなれないさ。気を高めて怒りを爆発させる。言葉では簡単だけど、実際にできるようになるにはもっと修行が必要だ。はい、頑張ります。そうだ、母さんが今晩一緒に食事をしようって言ってました。来てくれますよね、ごはんさん。え、食事にいいのかい。ええ、もうご飯さんの分も準備してると思いますよ。そっか、じゃあせっかくだしグッズになろうかな。やった、じゃあ行きましょう。またレッドリボン軍のドローンが出たらしいわよ。見つからないようにね。母さんも喜びますよ。ユウマさんと食事か、久しぶりな気がするよ。ごはんさんは母さんとずっと昔から知り合いなんですよね。ああ、最初に会ったのは俺が4歳の頃さ。思えばあの日から人生が全く変わっていったんだよな。へえ、何があったんですか。そうだな、父さんの生き別れの兄さんにさらわれた後、いろいろあって突然半年くらい一人ぼっちでサバイバル生活を。ちょっとどういうことですか。4歳の頃の話ですよね。我ながらすごい話だと思うよ。なんだかすごすぎてどういう話か全くわからないや。ドローンに見つからないようにしないと。うん、大した敵じゃなさそうだ。